うさぎ放送局鉄道動画アウトレット。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんにちは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は 115系 湘南色かぼちゃ電車が岡山駅に到着、4番乗り場に到着した後、5番乗り場から戻ってきた。というわけで今回は岡山駅で撮影した115系の湘南色の動画をお届けしました。はい、というわけで、ですね、湘南色、まあ岡山にはね2編成いますけれども、それのね、動画ということで、今回は岡山止まりの列車ですね、こちらが4番乗り場に到着した後に、しばらくした後にね5番乗り場から帰ってきたという感じで、多分一回引き上げ線に入った後に、車庫の方にね行ったのかなっていう感じでしょうかね。はい、まあ、ちょっと詳しくはちょっとわからないですけれども、多分そうだと思いますね。うん、でこの日ちょっと前に、まあ、以前すでに動画公開してますけれども、姫路行きのね115系湘南色が来たので、間違いなくこの列車は同じ編成ですね。4番乗り場に来て5番乗り場はね、はい、姫路行きの列車で湘南色が来たので、それが姫路にね行ってる間はね、岡山ね1編成しかいないはずなんでね、はい、そんな感じです。というわけで、今回の動画ね、もしよかったなと思っていただけましたら高評価、あんまり良くないなと思われましたら低評価でも構いませんので、評価よろしくお願いいたします。また今回ね、湘南色かぼちゃ電車ということで、皆さんどうですかね、かぼちゃ電車湘南色好きですかね。はい、コメント欄の方にね、いろいろ書いていただけると嬉しいです。私はね、まあ、前々から言ってますけれど、見るならいいんですけれど、乗るのはね、ちょっとね、ボックスなんでね、特に長距離乗るのはね、やっぱり転換クロスの方がいいかな。はい。115系ね、ほとんどが、岡山の115系は転換クロスに改造されてるんですけれど、この湘南色を含めた、300番台ですね、そちらとあとまあ G 編成という2両のね列車とかはボックスなんですけれど、やっぱり転換クロスの方がいいかな、乗るならね。まあ、ちょっとの距離とかだったらいいんですけれど、うん、はい、そんな感じです。まあ、でも多分ね、乗るのも湘南色がいいっていうね方も多いだろうしね。はい、まあ、動画映えとかもしますからね。うん、快適性はやっぱり転換かな。はい、でというわけでコメントの方もね、ぜひぜひお寄せください。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。